今回アキニャンチャンネルに寄せられた一部の方からのコメントについてお話しさせていただきます。はい、ということでリアちゃんが絶賛コメント叩かれてるということで、びっくりしたわマジで、はい、リアちゃんいらない説ということで、ね、いやアンチ多くて泣いた、笑わ笑わないでそこは、で笑ってるぐらいで言うな。周りの人の笑い声言います、普通にうるさい、これについて30いいね。ちょっと笑って書いてあるさ、笑を言わなかったり、逆にうるさくないジーヤちゃんってどうなの、そこら辺にいるおっさんと変わらない本当だよね、ただのおっさんだよ、まあおっさんですけど、すみません、初見で外面外の方のお名前を存じ上げませんが、ガヤがデカすぎて途中で視聴をやめましたやめないで、また画面外で大きなリアクションを取られるとこの方の動画内でのポジションが分からず反応がいちいち不快に感じてしまいます。今回はタイトルに惹かれ視聴させていただきましたが、嫌なら見るなと声が聞こえたので今後は視聴を避けたい。一人減っちゃった、視聴者さん、すごい、ジヤちゃんが視聴者を一人減らしたね視聴者消し去ったんで、この方の代わりに一人二人また増やしていただければ。怖いね、ジヤちゃんってそんなに魔力持ってたのね。恐ろしいことが起こってる、ね、半分気にしてけど半分気にしてる、まあ、そうは言いますけどね、なんかみんなから用語コメントスクショしてましたから、そう、用語コメントスクショして気にしてる証拠なんじゃないんですか、ジヤさん、なんか来てるけど、こんなに用語してくれる人もいるから、いいか、ジヤのこと好きな、好きでいてくれる人がいるからいいや、とか思う、これがちょっとやっぱり傷つけたってことですか。そう、お守りにしてるの、みんなの用語してくれる。何撮ってんの、何してんの今、え、あの用語コメントをスクショしてんだよ。何でスクショしてんの、お前はそんなこと言ってないで、アンチコメントに対していいねしてないで今すぐ削除しろ、なんでいいねしてんのお前は。別にいいでしょ、ほらありがたいコメントだと思っていいでしょ、ありがたい子、用語コメントいっぱい来てるんですよ、あのジーヤの笑い方ツボとか、ジーヤの学会は大好きうーとか、ジーヤの笑い方でこっちも笑っちゃうとか、ジーヤの声のツッコミと相まって面白さ笑いそうとか、たくさんいいコメントも来てるので、これをお守り代わりになぜかスクショしてます。お前は削除しろ、いますアンチコメントを削除しろ、それがお前の今のやる唯一の仕事だ、だよそれを島に今しろ、やろみ多分ね、新規の人たちなのよ、よくわかんない、まあだから最近僕が一人で語ってる動画があるんですけど、あれはそうなんかキバルンとか、なんか7割立派な YouTuber とか一人語りする動画を結構自分が見るようになっちゃったから、それやりたいと思って、あの特に意識したのがその終わった人っていう YouTuber がいるんだけど、そのガヤのスタッフさんもなんか愛されてんのよ、だけどなぜかチューちゃんはなんかちょっと愛されてないっていうか、なんなのよ、結構なんかこういろいろ言われてるんだけど、それに対してそれを意識したコメントもついてるんだよね、ジーヤちゃん私は好きですみたいな、そうそうそう、擁護ね、勝手に擁護してくれる人も現れてで、今まで30万再生された直近の動画でもそんなコメントあんま来てなかったのに、今回はやたら来てて、そう、なんでだろうってなってるね、そもそもなんでジーヤちゃんがガヤに行ったかっていうと、ね、意外と人って笑いどころが分かんないんだって、はい、ここ笑うところですみたいなのがあんま分かんないから、ジーヤちゃんがそこをこう教えてあげるという役目で、酒飲んでるんですよ実は酒飲んでる、でちょっとテンション上げて無理くりにでもやろうっていうことでやってるんだけど、なんかどうやらちょっとあのうるさいといううるさいのがね、特徴なのうるさいということで、うるさいのが特徴なんだからさ、そだって30万再生いってる方は来てないのに、15万再生の方が大量に来てるってことは、これは何かしらやっぱ大量でもないよ、なんかあるわけよ違いが、でまあ一応ジーヤちゃんの功績としてはね、ジーヤちゃんがいることによってこう画面に違和感が生まれるわけでさ、放送作家の方とかからぱっと見に違和感があることによって、まあ、ちょっと認識しやすいというか覚えやすいみたいなのもあっているねとか、あとジーヤちゃんがいることによってすごい年齢層がね結構高いんですよ、このチャンネル以外と、そうなの意外に50代の60代の方も見てくれたりとか、あとイベントとかにも結構年齢層今まではでも来なかった人が行きやすいというか、うん、親子連れとかもめっちゃ増えてて、そう多くなったね、ファミリー、そうジーヤちゃんの年齢層に近い人がいっぱい来てくれるようになったりとか、すごいジーヤちゃんがいる功績はあるんだけど、それにしてもあの単純にうるさいっていうそういうことなんですよ、ジーヤさんジーヤがでも黙ってたらただのほらジーヤ可愛いからいいんだけど、ただのマスコットになってしまうので、前回のちょっとジーヤちょっと喋りすぎちゃったかなっていう反省ってちょっとあるで、それに対してニャンちゃんがほらジーヤの方見ちゃってるからさ、一応なんか自分たちでも自己分析して、この前の回はガヤっていうよりもわしとジーヤちゃんが喋ってて、わしが喋ってる相手が見えないから、みんなは、それ普段の人はジーヤのなんとなく像が見えるけど、初めての人からすると見えないもんね、カメラを無視してはみんな視聴者を無視して、ひたすら喋り続けてることに対して違和感があったんじゃないかっていうので、違和感だ、この自己分析合ってるか分かんないけど、最近伸びてる動画の共通点はジーヤがいないってことなので、ジーヤちゃんはもう今日で卒業だねえちょっとたまたまでしょ、こんなのジーヤちゃんが
いる動画は伸びないってことが判明したんですよ。そんなことで、ジーヤがいたから卒業です、ね、60万回再生もあるよ。卒業です、ね、60万。この動画が伸びなかったらもちろん卒業なので、これは伸びないよ、これは、ね、とにかくこの動画が伸びないとジーヤはもう無理なのでので、ほんと、卒業したので、で、これいいでどんどんすると、AI、AI 側がなんかどんどんおすすめに出てきてね、どんどん流れるので、いいねとコメントと、あともし登録してない人は、この動画をきっかけにチャンネル登録すると、そう、この動画が、あ、いい動画なんだって AI が判断して、いい動画だよ。そう。で、これがもしも再生数3万以下だったら、もうジェイちゃんは、いやだーね、ちょっとそういうのありなの。なんかそういうバラエティっぽくなってたね。笑い方がちょっと下品っていう説が。おほほほほほほって言われたけど、あ、ちょっとおほほほほしていいけど、えぇーって笑うじゃん。笑い方が、目に見えない人が聞くとやっぱ普通にさ、60歳男性の笑い声なわけじゃんが、かつ下品みたいな。人生が映ってれば、この可愛い小太りな、ね、小太りじじいちゃんがいるっていうのでなんか笑えるけど、上品に笑うな。それはそれじゃない。ジヤちゃんは今後動画に出続けるのか出続けられないのかはこの動画によって決まりますのでお願いします。うわ、ふざけてるね。ふざけてないよ。出ると思ってるけど絶対出さないから。こんなに頑張ってなかったら絶対出さない。だっておかしいもん、そんな。なんで中止くんにゲーシネースだって言えるわけないから。この人一企画だと思ってるよ。そんな神妙な感じでやってもさ、ちょっとあれじゃん、ジヤの色じゃん。もうこれでジヤの色じゃない。本当に卒業だよ、これマジで。3万回いいよ、卒業するよ、それ卒業いいよ。じゃあみんな、本当3万回再生いかないと、藤井は本当さようならの、皆様のご協力、何卒よろしくお願いします。あと普通に単純に、リアちゃんの好きなところとかコメント書いてください。本当全部スクショしてるんで。全部スクショしてるんで。リアちゃんもスクショ以外のやり方を知らないから、全部スクショしてるから。リアちゃんが卒業するか分かりませんが、リアちゃんが傷ついてるという事実は本当ですよね。そうなんです、ちょっと。はい、ハートブレイクしちゃってるということで。もうなんかいろいろ反省するべき点は反省して。これからまた頑張りたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。今度からジヤちゃんはお笑い声を上品に。今後もちょっと一人語りしていきたいなと思いますので、こういうテーマで語ってほしいみたいなのがあったらぜひ送ってください。お願いします。はい、はい、ということで、このチャンネルは約6割の方がフォローしていないので、ぜひフォローしていただけるとこの動画が伸びてジヤちゃんの卒業を回避できると思います。ぜひ皆さんとよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんも明日お幸せに。一部の方からのコメントについてお話しさせていただきます。今回アクニャンチャンネルにいただいた、一部の方からいただいて、今回アクニャンチャンネルに寄せられた、今回アクニャンチャンネルに寄せられた一部の方から、今回アクニャンチャンネルに寄せられた一部の方から寄せられた、あ、ちょっと書かないと本当わかんない。